こんにちは。いやー、豊さん、はい、先日の日本ハムの吉田輝星投手とオリックスの黒木投手のトレード、うん、いや、びっくりしました。まあ、ドラフト1位でな、はい、日本に入った、うん、ね、吉田輝星、まあ、5年間やったけど、まあ、あんまり芽が出ない、ね、まあ、トレードという環境をね、はい、変えるということで決着したけども、うん、トレードがね。ということはですよ、はい、トレード絶対まだあるということで第4弾予想やります。いやいや、それはね、うん、やるの？やります。もうこれはありますね。そうだな、まあ、でも選手のことを考えるとね、はい、まあ、環境を変えたらできるんじゃないかなって思う選手は、それはやっぱりたくさんいるよ。そうですよね、うん、でその球団に行ったとしても今後出番は巡ってくるかなっていうね、うん、まあ、そういうこともあるし、だからまあそういうことで考えると、うん、まあ、阪神のまあ、井上。おお、井上選手、はい、はいはい、外野だね、はい、だからまあその小野寺がね、はい、いるし、うん、まあ森下ももちろんそうだよね。あと前川右京選手もまあいるし、はい、で野口、はい、支配下になったしみたいな、まあそうなってくるとなかなかやっぱこう出番がなくなってきてると思うんだよね、はい、そしたら井上を使って、うん、環境を変えてあげて、うん、まあ、例えば日本ハムの清水、はい、おー、キャッチャーの、いや、あそこね、キャッチャーたくさんいるんだよ。はい、確かに、まあ、伏見筆頭にマルティネスもキャッチャーやるし、うん、はい、ね、あとタミヤっていうのも出てきたし、うん、まあ、軍事、はい、もキャッチャーだしね、うん、だそういう意味からするとすごくキャッチャーっていうのは豊富になってきてるんだよ、はい、まあ、そうなってくると、まあ、右の大きい大砲みたいなね、はい、まあ、そういうことを考えると、まあ、新庄監督も阪神出身だし、はい、なんかこう岡田監督と話をして、うん、ちょっと変えませんかみたいな。日本ハム的にはやっぱ右の大砲系が欲しい。まあ打てればどっちでもいいけどもね、うん、どっちでもいいけども、はい、井上のあの今年でもポッと出てきて、うん、パンパーンと5番に入って打った時の、うん、ああいう姿をこう見てると、ああもったいないなっていうような感じがするんだよね、うん、はい、だからまあもしトレードっていうことになってくると、うん、まあ他のポジションというのは結構いたりとかして、まあ、キャッチャーの3番手とか、はい、まあ怪我の多いポジションだからな、うん、だからまあそういうところでいいのかなとか。ああ、そういうことですね、清水さん、うん、っていうのは、うん、あとはね、ロッテの、はい、アジャ、あ、井上選手、うん、井上誠也、はい、うん、これもなんかこう出番がもう本当になくなってきてるんだよね、うん、ただやっぱ彼のバッティングっていうのは魅力があるし、うん、まあ、どっかで使えるっていうことになると、まあ、中日、まあ、高橋周平とか、おおとか、はい、まあ、ビシエドをどうするかという問題もあるし、そうですね、もし、まあ、今こう宙に浮いてる中田翔がね、はい、取れるかどうかっていうことにも関わってくると思うんだよね、うん、そしたらもし取れなかった場合に、まあ、ファースト井上誠也、はい、まあ、勝負強いし、うん、だからいいのかなっていうには思うけどね。でロッテも、うん、高橋周平、はい、いると、まあ、中村がね、うん、今年本当に悪かったように、はい、ああいう時にパッとセカンドに入れられたりだとか。そっか、内野できますもんね。内野できる。そっかそっか、うん、だから、まあ、そういうことも考えるとそういうこともあるのかなっていうふうには考えるけどね。中日ロッテのトレードも可能性的には考えられるんですね。まあ考えられるな。いや、ただその阪神の井上選手となると、はい、他球団もトレードしたいよっていうところは出てくるんじゃないですか。井上な、そうです、そうです、阪神の井上選手、はい、どう、ここラブコールありそうですか。両方とも井上か。そうなんですよ。すごいね、井上人気だな。井上尽くしですけれども、いやいや、うん、やっぱり人気はあると思うよ。やっぱあれだけの素材だもん。ただソフトバンクとかってどうなんですか。井上選手欲しくて、でもそっか、阪神から欲しい、持ってこれる、トレードできる選手がいない。いや、海野っていうのがキャッチャーでいるんだけど、はい、今年もほとんど出番がなくてね、
で、まあ、海外いて峰井がいてて、うん、で渡辺っていうのもいるんだよね、はい、あそこバッティングのいいね、うん、だからまあそういうことを考えると、うん、海野と誰かをっていうことも、あ、じゃあ、まあ、本当にね、実績は違うにしても、うん、まあ、例えば高橋周平と海野を変えて、うん、おっていうことも考えられないことはないよね。じゃあソフトバンクの海野選手と中日の高橋周平選手、もしくは、はい、阪神の井上選手とトレード、まあ、っていうことも、ね、うん、ここあるんですね。だから高橋周平ももう一度こうなんていうのやってみないとわからないでしょ。そうですよね。ただそのやっぱ中日が若手にこう、はい、してる中でね、うん、まあ、少し肩身の狭い思いをしてることもあると思うんだよ、うん、まあ、石川が出てきたりだとかさ、はい、まあ、するしね、うん、でやっぱ今年も内野の、ね、社会人から内野取ってるし、うん、だから結構そこら辺では若返りをね、うん、測ってるし、で田中っていうのも来年からね、はい、まあ、今年本当はやらなきゃいけなかったんだけども、うん、怪我でね、うん、できなくて、だからまあそういうことを考えると高橋周平っていうのはまだ30歳だし、うん、環境変えると、まあ、ちょっとやれるのかなっていうね、もともとの潜在能力っていうのは高いバッターなんだ、高い選手だし、だからこのままこうっていうのはもったいないよな。まだ代打にでベンチにっていうには早いよ、ね、まあまあまだまだ早い、うんうん、他どうですか豊さん、まあ、球団でもいいですし、この球団しそうだなとか、まあ、この選手でもいいですし、まあ、そうだな、うん、田中和樹とかね、田中和樹選手、うん、はい、とかは広島向きなんだよね。へー、広島向き、うん、それはまたどうした、まあ、足も速いし、はい、で西川抜けるでしょ、はい、抜ける、で外野手でしょ、はい、だから田中和樹と、まあ、今年あまり投げてない堀江、左ピッチャーのとか、はい、うん、をトレードしてもいいトレードになりそう。まあそうだね、うんうんうん、まあ、日本ハム、はい、と高橋周平お、まあ、井上でもいいよね。で、まあ、井上はなんていうの、阪神のね、はい、まあ、石川とか郡とか日本、まあ、やっぱそうなってくると中日かな。中日かな、うん、おっと待ってくださいね、チームは今錯綜してます、ちょっと待ってください、どれにしましょう。だから高橋周平と日本ハムの、日本ハムの、まあ、まあ、清水っていうのもいいけども、まあ、石川郡っていうのを2-1 のトレードっていう、2-1のトレードもありと、もうありだよね。そうなってくると私浅間選手の活躍してるとこを見たいんですよ、はいはい、でも今だと日本ハムの現状だと出てきてない、これトレードの可能性はどこかとはないんだ。ちょっとバッティングがいいからな、バッティングいいんですよ、まあ、まあチャンスがあんまりないから、そうそう、出して活躍の場をっていう、うん、だからまあ浅間を出したら、うん、まあ、高橋周平、いや高橋周平っていうのはやっぱこう人気ないのかな、多分あると思いますよ。いやいや潜在能力とかね、うん、それを考えたらあるし、うん、まあ浅間と井上、阪神井上でもいいよね。はは、ドイツリーグのロッテのアジャと変えるっていうことは多分ないと思う、うん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 、ただやっぱこうリーグを違えて、ま、うん、やるというね。ははとなると、じゃあ浅間選手と井上、阪神の井上選手となると、まあ、外野手、うん、っていうことになりますけど、まあ、競争か、そこは。そうすると、そうだね、なるほどな、いやすごいな、まあ、田島とか、ね、中日の、中日の田島出てきましたね、今ポンと、まあまあ年齢的にも、まあ、例えば高橋周平、はい、田島、うん、ね、清水、うん、石川、郡、うん、3対 2? 3対2っていうこともあり得る、あり得ると。おお、日本ハム活発ですね、ま、やっぱ新しい地っていうのを、うん、やっぱ新庄監督も、うん、入ってきて使うのうまいしね。確かにそうですよ、ね、だから、まあ、そういうことも考えてるかもわからないね。あとね、レギュラーが1人しかまだ決まってないっていうふうにおっしゃってたことも考えれば、いやそうですね、戦力どん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 整っていきますよね、うん、いや逆になんていうの、中日の方も埋まっていくと思う、はい、あ、ピースがどんどん、そう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 、だからまあそうだな、まあ難しいけどね。ジャイアンツはないですか、トレード。だから松原って言ってて、そうそう、ここまでやっぱ出さないっていうことは何かあるんだろうね、はい、もしかして
するとその阿部監督に代わって松原選手をもう一度その機動力という意味で、いや 松原以外でも、うん、例えば若林とかマルチプレイヤーとか、ね、どこでもですもんね。で北村っていいパワーしてるんだよ。あ、はいはい、そういう選手っていうのはいるんだよ、うん、で畑とかね。あ、ピッチャー畑、俺畑のピッチャーピッチングっていうのはあれは勝てるピッチャーだというふうに思うんだけどね、うんうん、でもなかなかチャンスをもらえないというか、はい、まあ結構故障もあったけどもね、うん、まあだけど高橋優輝とか、うん、まあ、結構いますよね。結構いるんだよ。そうですよね、うん、だからそういった選手たちを出してどことトレードするか、釣り合いが合うかどうかだよね、まあ、だから自分たちがこう求めてる選手が取れるか取れないか、うん、まあ、そこら辺でご噂になってる可能性もあるし、うん、でも今名前を挙げた選手たちっていうのは、うん、環境を変えたらなんか本当にできそうな感じがするんだよね。そうですよね、うん、ただ今の環境が悪いからじゃなくて、うん、やっぱそれなりにこうチームが1年経つと事情がこう変わってくるんだよね、うん、いろいろ、うん、でそこでこう隅に追いやられていったりするとすごくもったいないから、うん、まあ、こういう話をしてるだけでね、うんうん、じゃあ豊さん的には今までで挙げたこのトレードの中で、はい、大注目というか絶対ありそうだよみたいなのはどことどこの誰と誰にしときますやっぱね、井上と阪神、うん、はい、清水、日本ハムの清水、おお、うん、ここですね、はい、清水は山口県の後輩だからね。あ、もうこっちのあの西の方に返してもらったとなるほどね、ちょっと関西の方西に返してもらった。で、上沢もいなくなるでしょ。はい、そうですね、上沢とバッテリーものすごいいい呼吸でかぶってたんだけど、上沢がいなくなるという、はい、ことも含めたらね、うん、あの出番がまた減るだろうし、うん、で清水って俺はすごく、うん、あのまだまだだけど、はい、まあ、いいキャッチャーになっていく要素もたくさんあるし、うんうん、バッティングもいいしな、はい、そういう意味ではなんか環境を変えたら、うん、なんかまた違った味を出すんじゃないかなっていう。そうです、まあ、井上ももちろんそうだしね、はい、まあ、新庄監督の下でやるともっと違った色が出てくるのかなっていうふうには思うけどね。あの江越がすごく変わって年俸倍になったってすごいなと思ったら安かったんだな、はい、あのそも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 いやだけどその倍ぐらい倍になるぐらいにやっぱこうなったということはやっぱ育成方法とか、はい、やっぱその魔法の言葉というか、うん、そういうのをかけていって、まあ、江越なんかはこう覚醒したと思うんだよね、はい、だからまあ井上なんかも覚醒したらまたもう能力的にはものすごいから、うん、だからなんか他で見てみたいなっていうのは気はするけどね、うん、そうですね、うん、いや本当11月に入ってそして12月もそう1週おきにとか2週に1回は必ずこの大きいトレードが話題に上がってくるので、うん、豊さんのこの第4弾予想でも今年はおとなしいなちょっとな。あ、本当ですか？なんかおとなしい感じがするよ。あ、なんか私あ、こことここやったんだとか。やっぱね、もっとメジャーとかね、まあ契約の問題だとか、はい、いろんなことがあって、はい、ビッグネームが動くことがあるけども、はい、なんかもっとビッグネームが動いてもいいのになっていうようなね。あ、そういう印象なんですね。まあ、そんな感じもするけどもね、はいはい。まあまだトレードはあると思うので、さあね、どういったトレードのまた速報をお伝えできるのか、まあ そうだね、そして豊さんの第4弾予想はどこまで当たるのか、はい、ちょっと交互期待ということで。当たるとか言うとまた言われるから、ね、いやいやいや、いい意味でですよ。まあまあそうだね、まだまだなんて可能性のある選手たちが新天地で、ね、輝けるようなトレードなので、はい、速報で豊さん頑張ってください。はい。